マヌエル・ロカテッリは、イタリア・ロンバルディア州、レッコ出身のサッカー選手。セリエ A のユベントス FC 所属。ポジションは MF。AC ・ミランのユースに在籍した後、2016年4月21日のカルピ FC の88分に、アンドレア・ポーリと交代で、セリエ A 初出場。2016年10月2日、US サソ層ロカルチョ戦でプロ初ゴールを挙げた。 この活躍から才能を評価される。10月22日、第9節のユベントス戦では、決勝点となる得点を決めて、勝利に貢献した。2018年8月13日、US 札幌ロカルチョへ買取義務がついた、レンタル遺跡が発表された。2018から19シーズンは、中盤の主軸として活躍し、シーズン終了後完全遺跡を果たした。 2021年8月19日、ユベントスへの一定の条件で買い取り義務となる条項付け2年間のレンタル遺跡が発表された。2022-23シーズンに特定の条件を達成した場合、2500万ユーロでの買い取り義務に加え、最大で1250万ユーロのボーナスが生じる2年間の無償レンタルである。背番号は27番。 2020年8月28日、UEFA ネーションズリーグのボスニア・ヘルゼゴビナ戦とオランダ戦を戦う代表メンバーとして代表に初招集された。2021年3月28日、ワールドカップ予選のブルガリア戦で代表初ゴールを挙げた。2021年6月の UEFA ユーロ2020では、怪我のマルコ・ベッラッティに代わり先発の座をつかみ、 グループリーグ第2戦のスイス戦で2ゴールを挙げて、勝利に貢献、同試合のマンオブザマッチに選ばれた。ありがとうございます。